どうもこんちゃでございます。こんちゃでございます。お腹空いたんでご飯を食べようというか、まあ、夜なんで一杯やるかっていうことでレモンサワーを用意させていただきました。あとつまみなんですが、たこ焼きでかいよねこれ。たこ焼きね、40個入りたこ焼きですね。あとですね、半額のから揚げですね。これですね、なかなかすごい唐揚げでして、淡路島のもずく塩を使用、モンドセレクションダブル受賞、モンドセレクションダブル受賞という唐揚げがですね、ここにあります。で、半額2つあったんで、これでいきますね。モンドセレクションダブル受賞だけど、哀れ半額というですね、なかなかですね、哀れ半額唐揚げですね。この2つ、じゃこれと、あとこれですね。これで、攻めたいと思います。で、これはですね、結構安かった。400円ぐらいかな。でも40個入ってるたこ焼きで、これはね、結構美味しいんですよ。まあ、自分でここで焼いてもいいし、それは、その動画はいずれ撮ろうと思います。俺ね、たこ焼き焼くの結構うまいんで、それはやろうとは思うんですが、今日はやりません。今日はまだやらないで、とりあえずたこ焼きを食うんですけど、このたこ焼き、国内製造って書いてあるんですね。国内製造のたこ焼きで、まあ、どれくらい量があるかって言ったら、一応この前にこう出してみるとわかるんですよ。これがですね、全部、たこ焼きですね。じゃあ、このたこ焼きをちょっとどれくらいすごいかっていうので、全部こう並べてみましょうか。面白いからね。カメラに映るように回さなきゃいけないね。だからカメラに映るように、綺麗にたこ焼きを全部ね。なんでこんな無駄なことやんのかなってね。そういう無駄なことやんのが面白いんで、YouTube っていうのはよ。いいんだよ、それでよ。で、こう、たこ焼きを全部綺麗にですね、こう並べてみてですね、形、本当に40個あるか確認してみましょうか。40個あるかどうか確認してみようか。40個あるかどうか、じゃあね、たこ焼きがですね、本当に40個あるかどうかを、カエルちゃんに確認してもらいましょうかね。どうか、本当に40個あるのかな。こうですよね。ここにたこ焼きをここに40個並べてみてですね、さらに、そこにモンドセレクションのこのモンド、哀れモンドセレクションでこんな感じで、やっていきたいと思います。どうしようかな、両方やるか。じゃあ行くよ。じゃあね、カエルちゃんに、数えてもらいましょうね。はい。いや、ちなみにこの上に乗っかってるのは雪政くんって行政書士会のですね、キャラクターでございまして、杉井孝之先生に頂戴したものです。1、2、3、4、5。6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。カエルちゃん、ふにふに。あ、どこまで数えたか分かんなくなっちゃったね。もう一回頭から数えますって、そういうことやらないで。1、2、3、4、5でしょ ?1、2、3、4、5、6、7、8。8、32個しかねえじゃん。2の4の5だろ。で、1、2、3、4、5、6、7、8だよね。40個入りって書いてあるよね、ここにどう見てもね。40個入りって書いてあるんだけれども、1、2、3、4、5、6、7、8。8、5、40でしたよ。失礼いたしました。8、5、40でした。あ、正解。ちゃんと40個入ってますね。2の4の6のや。2の4の5で、8、5、40で、ちゃんとですね、80個入っておりますね。でですね、唐揚げの方なんですが、何個入ってるかということはですね、書いておりませんが、重さが 265g 入ってるって言って、265g あるかどうか測ってみるのもいいんですけど、めんどくさいんでやりません。じゃあですね、どうしようかって言うと、まずたこ焼きをですね、いただこうじゃないかということで、たこ焼きをですね、これ全部食うのはですね、さすがに僕は無理というものでございますね。じゃあどうしようかって言うと、ここにですね、とりあえずですね、これだけ乗せます。2の4の6の8個、8個乗せて、電子レンジでチンをしていくという感じでございますので、電子レンジでまずこうバンと入れてですね、じゃあ700個、あれ?あ、そう、電源が入ってないとね。これね、ちなみにね、これ電源入ってなくても、チーンって言うんだよね。なかなか面白いですよね。さあ、ちょっと、コンセント、どうやってんだ、俺、バカじゃねえの、本当に。じゃあ、コンセントやってって。じゃあね、この、よいしょっと。じゃあ、
どれくらいの時間やるのかしら。5個で2分20秒、10個で4分30秒で、8個だといくらかよくわかんないんで、まあ、適当にやります。じゃあ残りはどうするかっていうとですね、ちなみにここちゃんとご丁寧にハサミで送りくださいって書いてますけど、ボクちゃんはちゃんとハサミで切りましたよ。素直なボクちゃんね。じゃあとりあえずこれここに広げててもしょうがないので、これはまたここにしまうと。あ、しまう前にそうだ、面白いこと考えた。ここにこう並べた上に、ここにこう並べた上に、この唐揚げを、開封して、唐揚げを開封してですね、このモンドセレクションダブル、モンドセレクションダブル、あ、すげえなんかすごいニンニクの匂いがさ、この上にこう乗せて広げる。で、これをさらに横にこう広げていくと、ですね、なんか、うん、なんかこうやって広げていくわけですよ。そうするとですね、はい、どうですか皆さん、どれが唐揚げで、どれがたこ焼きか見分けがつきますかって話ですけどね、つくに決まってんだろバカじゃねえか、まあいいや、とりあえずじゃあモンドセレクションの唐揚げをですね、とりあえず食うということでやっていきます。あとですね、レモン用意したんで、あとでレモンかけて食うというような形にしますね。それで、これレモンサワーの素、これがもともとです、レモンサワーの素、これまだ封切ってないんですけど、これとこれ、まあ実際も同じもんでございました。これ原液でございまして、これをここに入れます。まあ、ピヤーっと入れて、でですね、それでですね、これをですね、割るのはですね、炭酸で割るんですけど、実はね、コーラで割るとうまいんだよ。コーラで割るとうまいので、気をつく、深めなし。これをね、コーラで割ると実は結構美味しいっていうことを皆さんご存知ですか。レモンサワーの素をですね、コーラで割るとうまいんで、でこれでですね、ちょっとまず一杯いただくと、で、唐揚げをあといただくという感じでいきたいと思います。あ、うめ。で、唐揚げ、モンドセレクションの唐揚げだから美味しいかな。そうなの。うん、うん、普通の唐揚げですね。うん、普通の唐揚げ、まあぶっちゃけこの前食ったあの1キロ1000円の唐揚げとそれよりね、ちょっとしょっぱいかな、ちょっとしょっぱいぐらいで、あのこの前の唐揚げと基本的に味は変わらない。ただこれ半額で買ったんで値段的にはね、うん、こっちの方が若干安いぐらい、うん、そんな感じで唐揚げを間違えてたこ焼きの袋に入れちゃってどうすんのかな、これいいや、いいや、うん、たこ焼きと、これが、よいしょ、唐揚げたこ焼きに入れちゃって、じゃあ、唐揚げの袋にたこ焼き入れるか、こうやって、うん、無意味だからやめます。いいや、いいんだよ。これはどうしよう、じゃあ、これはして、うん。で、もう一袋あるんだよね。すごいよね、これ、モンドセレクション。モンドセレクションね。モンドセレクションダブル受賞。何か、これ。なんか、二つあるんだけど、哀れ半額、モンドセレクション、モンドセレクションダブル受賞、哀れ半額みたいな感じでございますね。でこっちは普通の、こっちは普通のたこ焼き、なんでこれ2つ並べるかって意味あるかってないんだよ、たまたまあったから買ってきただけなんで、あんま僕の食生活に深い意味はない、うん、じゃあたこ焼きどうしよう、これ広げててもしょうがないよな、これ広げててもしょうがないし、あとなんかチンってなったの出来上がったか、ふざけてる間にできちゃって、これね、いつまでもこうやって置いとくとね、俺冷凍したんで溶けるんだよね、溶けるのは良くない。あ、でも温めてしまった、これ下に何やってんだろう、この下の唐揚げをこれから電子レンジで温めようとして食ったのに、唐揚げの上にたこ焼き入れてどうすん、どう、バカだな俺な、ほんと頭溶けてんな。まあいいや、とりあえず、たこ焼き温まったんで食います。これがたこ焼きですね。あ、ソースがね、あ、そうか、これ安いからソースがついてねえんだ、これどうしようか、とりあえずソースなしで1個食うか。なんかたこ焼きくっついてんな、いいや、ちょっと、あ、でもね、ほら見て、あの、ちゃんとたこ入ってる、まあたこ焼きだからね、うん、うまいね、うん、これね、この企画で結構美味しいよね、やっと、あの、何も買ったのだけど、結構美味しいよね、これ、
うん、なんだよね、うん、どうしようか。そうだ、やっぱりもう一皿持ってきて、あとソース持ってきます。ちょっとお待ちくださいね。はいはい、じゃあ一応とんかつソース用意しまして、あと唐揚げをですね、やっぱ電子レンジで温めて食った方がいいと思うんだけど、今袋の中に下が唐揚げで、下が唐揚げで上がたこ焼きというぐちゃぐちゃな状態になってて、唐揚げを食いたいので、でこっちにもう一袋があるんだけど、これはやっぱり開けない方がいいので、どうするかっていうとですね、とりあえず一回中に入れたたこ焼きを外に出す。バカだよな俺、何やってんだ。そしてモンドセレクション、マンドセレクションで勝ち残ったやつを、唐揚げをこっちに乗せて、で、こっち、なんかここにたこ焼きも入って、たこ焼きはいいんだよ、たこ焼きはまだ。唐揚げをこっちに移して、なんかぐちゃぐちゃになってわけわかんなくなっちゃって。で、こっちにやって、で、この唐揚げは、うん、まあ、冷たいもの食ってもいいんだけど、まあ、これ冷凍じゃなくて冷蔵だから。うん。で、まあ一応温めて、それで、今、まあ、こっちにたこ焼きは、まあ、こっちに移して、ね、それで、たこ焼きこっちに移す。それで、あと何個ぐらい食うかな。2の、4の、5の、8つだけ残しておいて、あとはちょっともう、冷凍庫にしまいたいと思いますね。ちょっと危ないんで。うん。はい。じゃあ、ここに残ってる8個の、ここに残ってる8個の、たこ焼きはまたもう一回チンして食うということで、で、このたこ焼きはもう一回温めてやつなんで、うん。ほんじゃ、まあ、ソースぐらいかかるかってことで、うん。あと、かつお節かけたりいろいろかけても美味しいんだけどね。うん。たこ焼き、自分で焼いて食うっていうのを、ここでちゃんと僕が焼くっていうのは、いずれどっかでやりたいと思いますけどね。じゃあソースかけて。これね、ソース、たこ焼きを焼くときに、その、焼いた状態でソースをかけるっていうのが、実はあって、それはなぜかっていうと、ソース自体が冷たいんで、たこ焼きがちょっとね、ぬるくなるっていうのがあるんだよ。それでそういう風にやるとかね、いうのもありますよね。うん。うん、まあ、うん。なんかこの辺すげえことになってるんだ。なんかもうぐっちゃぐっちゃんでもやってることが。まあいいや。お酒。ぐっちゃぐちゃになってもお酒が欲しきゃそれでいいんだよ。あー、うめえ。いいんだ、これら。よし。たこ焼きだけど電子レンジチンしてるから、うん、くっついちゃってこれっていいからもう、うん、でこれはこれで完成ね。これはこれで完成で、でたこ焼きはとりあえずこの4つのたこ焼きこっちに移して、で残りのこのたこ焼きを、電子レンジで、チングして、うん、チングして、で今度は上にソースをかけてね、自分でうんちくを述べた以上自分でやんないと、上にソースをかけて、俺ねたこ焼き結構好きなんだよね。昔話したっけ、縁日でどうしても俺、昔はさたこ焼きってさ、俺東京の育ちなんだけど、たこ焼き屋ってなかったんだよ町に。今結構まあ銀だことかいろんなたこ焼き焼いてる売ってる店あるけど、昔はね東京都内ってねたこ焼き売ってる店ってほぼほぼなくて、それでね、結局縁日、お正月とかさお祭りの時の縁日以外ってたこ焼きって売ってなかったんだよね。レモン実はね今日買ってきた。もちろん半額です。もちろん半額のレモンですね。これを買ってきたんで、このレモンをこの唐揚げにかけて、うん、食ったらうまいかな。うん、あらうめ、うん、でこれ、うん、でレモンを、レモンね、でこのレモンを、切ってこの中に入れるんで、どうしようかな、うん、よさすがに包丁ないとピンチだと思うんだけど、おお、もうこれで汁がいっぱい出るってみたいな。あ、結構
ちゃんとハサミで切れるじゃん、レモン。うん。ね、なかなかハサミでね、レモンを切るって人、世の中いないと思いますが、その中の非常に少ない人の一人が、僕でございます。レモンいっぱいかけると一致みたいね。俺結構唐揚げに実はレモンかける派。まあいいや。で、たこ焼きにレモンかけると、あ、たこ焼きにレモンかけるとうめえな。たこ焼きにレモンかけると美味しいぞ。新たなる発見。何事もこういうのをひょうたんから困ってるんだよね。うん、うん、なんかさ、あれ、あのスタッフ細胞じゃなくてさ、iPS 細胞か、スタッフ細胞はあれだ、スタッフ細胞はありますだじゃなくて、 iPS 細胞はあの中山先生が発見した時はなんか偶然に失敗してうまくいかなかったものがあって、なんかそれを一生懸命なんか解釈してったらなんか見つかったみたいなね、そういう失敗から生まれた偶然の産物みたいで、世紀の大発見みたいなのってよくあるけどね。まあもうちょいか、なんか今のってそれに近くない、あのたこ焼きにレモンかけると実は美味しいという。野菜がねえな、野菜がないな、野菜がないな、よくねえな、野菜がないな、野菜食わないとやっぱダメだよな人間。レモンに野菜はいらない、そういう考えももちろんあるよね。レモン、レモンのくせに野菜なんか食うなかあるよな。そういうことをね、うちの方でも世の中結構出してますよ。どうしようか、野菜が必要、あ、野菜あった、ちょっと今取ってくる、じゃじゃじゃん、きゅうり、きゅうり、しかもね、これ半額、半額なんだよ、値下げ商品70円の今日きゅうり、きゅうりが、きゅうりを買ったんだよ、しかもこれ今日買ってやつだからね、新品のきゅうりでございますね、半額だけどね。じゃあこれを、このきゅうり食おうじゃないか、きゅうりのきゅうちゃん、きゅうきゅうきゅうってことだ、きゅうり、きゅうりですね、新しいきゅうり、あ、うめっ、うめっ、きゅうりにレモンかけてどうかな、うまいね、いっそ、味噌もあったんだね、何だこれ味噌、これ味噌なんか中ぼたみたいな、こんなのがついてるけどね、このきゅうりをさ、ここに乗せるわけは、味噌を乗せてこんな感じで、おいで、こんな感じで、あ、うめっ、このレモンサワーの中にさらにこのレモンを絞って入れると生レモンサワーになってさらに破壊力が増すみたいな、そういうのもあるよね、うめえ最高じゃん、なんか今日はいろいろやってさ、俺って天才、僕ちゃん天才みたいな、怒れちゃうね、そんなこと言うとね、ベッドベッド、うまいな、うめっ、うめっ、うめっ、うまい、たこ焼き、たこ焼き、唐揚げ、きゅうりで言ってるわけ、でもキュウリは一応タイトルには入れるのやめようかな、キュウリって言ってもさ絶対の伸びないよね、唐揚げとたこ焼きはね多分伸びると思うんだよね、タイトルに入れると、
なんか幸せだね、なんかうめえな、なんかめちゃくちゃうめえな、なんか、うん、これ唐揚げさ、実は1個食ったけどさ、これ内容量260g あるからすごい量だよね。よく食うよな俺、しかもたこ焼き16個。うん、それで、うん、でレモンサワー飲んで、うん、でまあコーラ飲んで、コーラ、うん、これイオンで買った安いコーラで1本88円かな、うん、あのイオンのノンブランドコーラってやつですね。これ入れて、でこれで割って、うん、でこの上にさらにこのレモンを上から絞って入れる。キュ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 、あのリモ、レモン縛る機械買ってくるか、今度楽天で買おう。よいしょ、うめえ。なんかな、たこ、なんかさ、この冷凍のた、このたこ焼きさ、この皆さんお気づきかと思うけど丸くないじゃん、こう半分半円形になってるよね。これがいわゆる機械で焼く、うん、たこ焼きの研究でございまして、うん、だから居酒屋とかでたこ焼き頼んでさ、こういうのが出てくるとさ、なんだ冷凍のたこ焼き戻しただけかみたいな、バレちゃうみたいな、うん、がっかりみたいな、うん、あの結構安い居酒屋とかああいうところって意外とさ、冷凍もそのまま出してるよね。お好み焼きなんかも冷凍のお好み焼きあるからさ、うん、今度やるか、冷凍のお好み焼き、ああいうので結構ね、うん、あの、うん、ごまかしてる店が多いよね。うん、まああゆみさんはほんと場所提供してるだけだよな。うん、なんかでも、うん、居酒屋みたいな飲食店って、うん、店主の人柄さえ良ければ、うん、冷凍食品とあのね、あれでドリンク1杯400円ぐらいで回せば結構それでも流行るよみたいなことはね言われたことあるけどね。まあ俺飲食店はやる気ないんで、もう、うん、っていうかまあ過去に1回もやったことないんだけど俺は、もちろん、うん、あの田中公明先生のあの飲食店経営面白いよね。あのどういったもん出しますかとか言うとさ、あの、うん、とりあえず冷凍のマグロ出しとけってあれに言うのよ、うん、食材にこだわるとね大抵ね、うん、素人が食材にこだわるとまず失敗するんで、大体、うん、飲食店経営の失敗するパターンいくつかあるけど、うん、店主の人柄が悪すぎる、それから料理が素人のくせに食材にこだわる、うんうんうん、そういったパターンが多いよね、うん、店主の人柄が悪いか素人のくせに食材にこだわる、あとは原価計算ちゃんとしてないみたいな、うん、原価計算してない店はちなみにね、ものすごくね開店当初は流行る、要するにさ、そのどう見ても儲からないでしょみたいな感じで、あのいろんなもんいっぱい出すからお客さんにとってはいい店なんだよ。ただあの経営的になりたそうなんで、結局だんだんその食べるあの食事の内容が悪くなったり、あと値上げしたりとかしてお客さんがなくなって結局潰れるみたいね、そういった店って多いよね、うん、あーうめ、あーうまかった、うん、うん、すげえな、鶏肉 260g 5g 全部食っちゃったな、うんうん、これ唐揚げ一つ、うんうん、265g 全部食っちゃったな、うん、何のことだって食えるもんだな、まだまだな、うん、もうすぐ57歳で還暦になる俺だからまだまだ増えるな。とりあえずまあでもこんなところでやめとくか。お酒もだいぶいただいたしね。うん。というところで、
モンドセレクションダブル受賞の唐揚げと、たこ焼き冷凍たこ焼きをね、合わせて、レモンサワーのコーラ割りで決めるということで、お送りいたしました。最後までお付き合いいただいてありがとうございます。